82回型水雷艇は、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の水雷艇。16隻が建造され、第一次世界大戦で運用された。終戦後は4カ国に分配され、一部は第二次世界大戦でも用いられた。第二次世界大戦後にも2隻が残り、最後の艇の退役は1963年であった。250トン型水雷艇の第二グループとして、 ガンツイコールダノビウスのポルトレ及びフィウメの造船所で建造された。当初4隻が発注されたが、10%の建造費削減により16隻を受注することになった。名称の F はフィウメに由来する。第一次世界大戦終戦時に16隻すべてが建材であり、センゴルウマニア、ポルトガル、ユーゴスラビア、ギリシャに分配された。 第二次世界大戦では8隻が運用され6隻が失われたが83回と87回が終戦時にも健在であり、セルと解明した87回が1963年に退役するまで用いられた。トリエス的実工場による言及となる 74T 型水雷程度の相違は搭載する機関にあり、パーソンズ製に変えてアイグイコールカーチス製を採用し、 外見上は、環境構造物工法の煙突が2本であることが異なっていた。武装は 66mm 砲である、シュコダ 7cm、L30 砲を前後に各1門、450mm、連装魚雷発射管を2機4門、シュワルツローゼ 8mm 機銃1丁を備えた。1917年には、後部のシュコダ 7cm 砲を対空仕様に回収している。 上記のように16隻すべてが第1次世界大戦を生き延びており、戦後は16隻すべてが戦利艇として連合国に譲渡された。上記の4カ国のうち、ポルトガル以外が保有する艦は、第二次世界大戦において撃沈された例も多い。ABCDEF ベッパーディアンドラーシュ、アズアストラク、マジャールハディフラタアズエルソーバイリガボーラーボン V。 エジョザストティネエクスリメイニック225から 226http コロンスラッシュスラッシュ www.kr i, g i e g s m a r i n e.f スラッシュ hk スラッシュ tbn a s z a t o k.pdf ab z ピアニッシモ39から40 abcd ロバートガーディナーエドオーストリアハンガリーコンウェイ S.O.L.The S. Wars Fighting Ships 1906-1921 P339-340 ISBN 9長7808-5177-2455ありがとうございます。